The above picture in NASCAR shows some runways and platforms where each line shows a direction to each foothold on the Earth. The below one, or lines in Fenugapan, South Africa, also shows many lines together, many lines which shows a direction to each foothold on the Earth as well. Both runways work as signposts to each place such as Avery UK and Machu Picchu Peru for example here shown. The above one I name here is Nazca method and the below one is Fernugpan method. 下が南アフリカフェルヌークパン方式の滑走路です。ともに世界の拠点への道路標識、道路標識でした。それぞれのラインがそれぞれの拠点への方向を正確に示しています。上の方式をナスカ方式と私は名付けています。下の方式をフェルヌークパン方式と 私は名付けています。広市林、ハママシティ、ジャパン。 As to the Fernkupan spirals or hundreds of massive geographies discovered in South Africa, no one seems to have any idea as to what these are so far. Some people say that they are created by ancient advanced black people, but one thing is very clear that they were not here in 2006. Then some other people claim that they were created by local people nearby for

Google ググスで2006年に戻ってみるとそれがわかります。つまり、フェルングパンの螺旋模様は2006年以後に作られたということになります。で、今はその近くの農夫が考え用に作った畝であるという説で一応落ち着いています。農夫が考え用にです。が本当にそうでしょうかヨミヤさんという方が大変貴重な情報を届けてくださいました。 そのフェルニックパンの螺旋模様と同じ螺旋模様がそこから550キロ、550キロも離れた南部屋で見つかったというのです。しかも2005年の写真にはそれがしっかりと映り込んでいました。広し市浜間セティジャパン。 では画面を見ながら説明します。南アフリカ共和国のフェルヌクパンです。えー、南位 ?30.00.00.00、えー。ギザのピラミッドが北位30.00のところにありますからね。そして経度差にして、境地和間からちょうど120.00の位置にあるという、まあ、絶妙な位置にあるということですね。まあ、そのフェルヌクパンにはこのような奇妙な螺旋模様が無数に描かれています。この 螺旋、まあ、模様は何かということですけども、まあ、最近の説によれば、ですね、えー、地元の農夫が考えよう、すなわち、まあ、水をですね、まあ、溜めたり、あるいは水を有効に利用するために、このような螺旋模,模様を作ったということになっています。まあ、これがラーのフェルニク版の現地の様子です。の、まあの土地のようですね。まあ オートレースと言いますかね、あのスピード競技なんかもここでなされていたようです。まあ、こうしたそのフェルパンなんですけども、そこにこ,のこうしたネのようなものが築かれているということですね。明らかにまあ人間が掘ったものではないか。手掘りで掘ったものではないことだけは事実のようですね。ちょっと覚えておいてくださいね。そして2012年にはこのような螺旋模様がありますで。2011年もあります。しかし2006年の、まあ、写真には螺旋模様はありません。もう一度見てください。2012年ですね。そして2006年です。 そうしますと、これらは何のために、どうして誰が何を作ったかということになるわけです。そうしましたら、ヨミヤさんがですね、えー、Google Earth の旅という、まあ、ウェブサイトを開いていらっしゃるんですけども、それを私に紹介してくださいました。Google Earth の奇妙な模様という、まあ、ウェブサイトです。ヨミヤさんです。でその中、まあ、これを、まあ、これからちょっと紹介しますけども、アフリカには大変奇妙なものがあるわけですね。まあ、こうした、よく見ていただくとわかりますけど円形の模様と、そしてこの ポコポコとして泡のような模様もかあの使っています。これはまあ滑走路ということですけども、まあ、これはちょっと検証が必要じゃないかなと思いますね。で他にもいろいろあります。ここにはなんかアワーブクのような模様があります。まあ、アフリカはまさにこう手つかずのまま今現在残っているということですね。これはナスカのラインですけども、ここにまあその8の字ですね、インフィニティーマークが書かれています。 でここにも、まあ、これなんですね。で、これも紹介されてまして、まあ、これを見て私は驚きました。あまあ、他にもいろんなものを、まあ、読み屋さんは発見なさっていらっしゃいます。まあ、これは何かということですね。ここにも円形の模様がありますね。まあ、緯度、経度はその都度左端に、下にね、示してありますので、興味のある方は、 また検証なさってみてください。あの車の輪だちということもありますしね、そしてここにあの、まあ、何か白い点が3つありますね。これは分光しているためと私は判断しています。でトリニティトの方式の、ね、カメラで撮った場合には、 赤、緑、青の3色に、ね、分解します。そして、後でまた一つの色に合わせるわけですね。ですから、高速で移動しているものはこのように色が分解するわけですね。いわゆるツリニトロン方式っていうんですけどもね。そして、これも奇妙なんですけどもねあの、分光したにしてはなぜこの残像が左の方に伸びているかという問題も出てくるわけです。で、こうした3つの点も映ってると。これは何かということですね。 青い点が薄く見えたの分かりますかだから分光してるわけですね。すなわち、まあ、トリニトンカメラでも、まあ、捉えきれないほど速いスピードで、まあ、高速で移動してるってことになるわけです。そしてこれは、あの、ヨミヤさんが発見なさったんですけども、水面下にあるように見えるだけですね。やはり赤、よく見ると赤、青、緑とな並んでるのがこの特徴なんですね。これはあの、トリニトン方式による、まあ、バグってことなんでしょうかね。そしてこれがですね、あの、問題の まあ、いわゆる螺旋模様なんですね。で私、これ、どうしえんの,円なのかなと思って調べてみましたけども、やはり螺旋模様なんですね。まあ、しかもですね、深淵に近いと言いますか、深淵なんですよね。で、南部屋の私は南部屋螺旋模様っていうふうにまあ名付けました。地名も場所もわからないんですね。あの何しろ、大平原の真ん中なんですね。そこに皆さん案内しますけども、まあ、こうしたところにそれがあるということです。これなんですね。で、 ナンビアスパイラルというふうに、まあ、あの名前をつけましたで。この辺りにはそういったらせん模様がです、ね、大きいんですよね。2 5 0ルから2 9 0ルあるんですけども、直径がですよ。そうしたものが、まあ、ざっと数えても何十とあります。で小さいのを見られるともっと多いんじゃないかと思いますけどもね、ねその合間にまた小さいのがあるというわけです。どうやってこれを掘ったかという問題なんですね。まああの 南アフリカはね、まあ、それなりにいった姿勢ですけれども、まあ、高度な、まあ、現在ね、あのまあ、景気を使っているとこも考えられますけれども、まあ、トラクターのようなものを使って描いたということも考えられますけれども、南ンビアですからね、あのーまあ、こういうところなんですね、そういうところにこうした螺旋模様が描かれて、しかもですね、かなりこう、起伏のある凸凹した感じの都市のようですね。 あの、写真が手に入りませんでしたけども、いわゆる、まあ、砂漠のように、もやるまになってますか、学校の運動場のような場所ではないということですよね。そうしたところに、まあ、宇宙から見てですね、このような深淵の螺旋、えー、模様が描かれているというところに注意してください。そしてこれ、今矢印のちょうど途中で放棄したような感じですね。しかし、まあ、手抜きがしてないと言いますか、綺麗な、えー、円形を描いているということです。まあ、この、まあ ただあの、かなりあの傷んでるって言いますかね。あの見た感じ、あのまあ、いわゆる、なて言いますかね、風化しているって感じがしますね。で、比較しています。これはフェルヌクパンですね。そして上がナンビアスパイラルです。で、この距離間の距離が550キロですよね、離れています。まあ、あの、日本的に考えますとね、半 <laughs> 透いですね。で、これはフェルルクパンなんですけども、 まあ、あこうした大地って言いますけど、これはあのフェルヌクパンの方は砂漠になっていますよね塩、えー。塩分を含んだ砂漠ということになってますね。で、フェルヌクパンです。で、フェルヌクパンのこの螺旋模様をですね、あの直線は別ですよ。直線はあのですからあの、10年以上にもたってですね、こうした直線が残っているということ自体はおかしいわけですよね。まあ、それはいいんですけども、こうしたスパイラルは何かということなんですよね。 でこれはま2006年の写真はなかったからスリーが引かれたということなんですけども、まあ、この部分だけでも250メートルあるということですよね。で、あの,あの左上がヒフェルグバン下がナンビアスパイラルです。で、こう、ああのまあ、比較してますとこうバウムクーヘンみたいになってるわけですけども、まあよく似てるというか、同じというか、まあ 皆さんの後は判断にお任せしますけども、左がフェルルパンで右がナンビア・スパイラルズです。で、検証しています。まあ、550キロ離れてますからね、影響し合うような距離ではないということですよね。で、フェルルパンを通すと、これからがフェルルパンですね。それから右の方がナンビア・スパイラルズです。ナンビア、まあ、平原といったらいいんでしょうかね。まあ そういったところですね。で、こうした、まあライン、ラセ模様だけではなくて、こうした奇妙なライン模様も書かれているということですね。まあ、同じようなものがナンビア・のプレインの方にもあります。それで、こう、フェルパンはこの,この方式で方向を示して,している。 というふうに私は判断しています。で、ほとんど消えかかってますけど、そうした線がですね、南部屋プレーンの方にもたくさんあるということですね。そして直線も道路ではない直線ですよ。あとで紹介しますけども、これは道路ではないということは、途中で切れてますからね。ちょっと南部屋プレーンの方をちょっと調べてみますと、これが今言った南部屋プレーンの中の直線なんですけども、道路なら途中で途切れるということはないわけですよね。で、この赤い丸のところを注意して見ていただきたいと思うんですけども、ここですね、道路のはずがないんですよね。道路… まあ左足も、そして右足もですね、途中で切れてるということですよね。こうした直線がナンビアプレイの方にはあるということです。で、もう一度ナンビアスパイラルズを調べていますけど、その今度、ちょっと直線にもちょっと注意しています。こうした直線ですね、これは道路ではありませんね。下の方が途切れてます。が、その、この線をですね、上へ眺めてみますと、新直線でずっとつながってるんですね。 でこれをどのように理解したらいいか、その左端、左側の方には、あのいわゆるまあフェルンファンと同じような直線が並行して走っているということです。で、これは何かということでなんですけども、道路でもないわけですよね。何かしら、木ではなくて岩のようなものがゴロゴロしている感じもしないでもないんですけどもね、まあ、あの樹木かもしれません。まあ、なんであるにせよ、こうした直線がですね、走っているわけです。ちょっとあの追いかけてみますと、 こういう感じなんですね。で、今、先ほどちょっと見せました道路が今下へ行きましたね。道路じゃなくて、あの線がね、あのずっとこう走ってるわけです。まあ直線なんだっていうこと。道路は道路でありますけどもね、あの細い道路。そ,のそういった道路,道路はですね、別のどこかの道路につながってずっとまあつながっていくとまあ道路の場合はね。しかし、えーこ、このラインは何かってことになるわけです。まあこうしたラインもですね、ナンビアプレイの方にはあるということです。 で、ナスカのラインをちょっと見ていただきたいんですけども、ここにナスカがあります。このグランドクロスという、まあ縦が、縦の長さがですね、10キロ近くあるラインがあります。縦,縦線は、チ、えー、オティワカの近くのポポカティペティ山、えー、に行きます。横線はエトフに行きますね、エジプトのね。あので、この縦線がラインがあるんですけども、このラインにもちょっと注意してください。これが、中央を走っているのは、えー、これが、これがグランドクロスの 横線、縦線ですね。その西側なんですね。ここにちょっと川のような線がありますでしょう。これがあの前から気になってるんですけども、なぜこんな線があるかということなんですね。で、近くへ変動によるものなのかな,な,のかなと思,思ってます思。思うか、人もいらっしゃるかもしれませんけども。これ、葉っぱ、幅結構あるんですよ、これ。あの高機あ、高温、高温っていうかね、トラクターで引くのはこの不可能ですね。そして、ここのところですね、横線とあの交差してるんですね。この、あの、波々の線が。 私はこれはですね、まあ、証拠隠滅のために引かれたナ、ナスカラインを一度は消そうとしてね、誰かが。誰かが一度は消そうとして、こういうしたその線を引いたというふうに考えています。で、この上から見たのではわかりにくいんですけど、その下に、まあ、いわゆるナスカの滑走路が走っているということですよね。で、まあ、ちょっと、その今、グランドクロスの西側の、その、まあ、謎の線を今追いかけて、 見ていますけども、こうした線がね、ナスカ平原に引かれているということなんですね。もう一つちょっと検証してみますと、まあ、これが今、線なんですけども、車の私のようにも見えるかもしれませんけども、私の幅とは合いませんしね、それからこれが真意、まあ、ほとんど平行にザーッと走っているわけです。ですから、これはここですね、ここであのあの線が交差してますね。 あの左上の線から、それから上からの線とね、ラインが。ということは、これは、地殻変動でできた線ではないということです。そして、いろんな線がよく見ますと、このまあ細い線で作られた線がですね、交差している。となりますと、これは人為的に引かれた線ということになるわけです。何のために、どうして誰が引いたかということになるわけですね。これと同じように、ナンビアのライン、あるいはフェヌクパンのライン、ラインじゃなくて、ラセンもね、同じように考えられないかということなんですよね。ナンビアっていうところはどんなところかずっと写真を拾ってみました。 これはナンビアの、まあ、公式のです、ね、観光案内所に出ている写真を、そのまま転載させていただきましたけども、ナンビアというかこういうところなんですね。もちろん先ほどのスパイラルの、ね、いわゆる螺旋模様のところの写真を集めようとしてみたんですけども、写真はありませんでした。まあ、公開写真がなかったわけですね。ですから、全く手続かずのまま、なんて言いますか、現在に残っているというふうに考えてよいのではないでしょうか。 まあこういういこれがナンビアだということなんです。となりますと、まあ、近くの農夫の方がですね、いわゆるまあトラクターのようなものを使って書いた線とはとても思われないんですよね。しかも、こうして見ていただくとわかりますように、真、ま、っ平らなね、いわゆる学校の運動場のような土地ではないということです。まあ、どんなあの起伏があるかわかりませんけれどもで、一番近くの農家を探していました。 そうしましたらですね、4.6キロ離れたところに、まあ、ぐーっと周りを探してみましたらね、4.6キロですよ、離れたところに農家がありました。これがまあその農家なんですけども、こうして点在して農家があるわけですね。これが一番近い農家ですけども、4.6キロ離れてるわけですね、まあ。トラクターを使ってらっしゃるんでしょうか、ないでしょうか、よくわかりませんけども、私はないんじゃないかと思いますね。で、まず結論第一なんですけども、いいですか、皆さん。このナンビアスパイラルがですね、 誰が何のために書いたかですけども、考えのためっていうふうはちょっと言えないんですよね。しかも、ここまで精緻に、いわゆる、まあ、いわゆる、らせん模様を書くってことが、いかに技術的に難しいことであるかということは、まあ、想像するだけなんですけどもね、まあ、まあ、難しいんじゃないのかなと思いますね。皆さんの判断いかがでしょうか。ならち、これがナンビアスパイラルだということですね。何のためにどうして、どうやって作ったかってことなんですね。で、二つ目の結論ですけども、 となるとですね、フェルンクパンのこの螺旋模様についてですけども、この螺旋模様は近くの農夫の人が考えように掘ったうねてということになってますけども、その説が崩れるということになります。というのもですね、このフェルンパンから550キロ離れた南部屋の、まあ、人里離れた平原の中に、まあ、人間が 書けるはずもない、描くはずもない、同じ螺旋模,模様があるということになってきますとね、じゃあ誰がそのナンビアの螺旋模様を描いたかということを考えていきますと、同時にフェルノクパンの螺旋模様も誰が描いたかということになっていくわけですね。で、ナンビアの方の螺旋模様がですね、これは人間が描いたものではない、すなわち、まあ、はっきり言えばエイリアンが描いたものであるとするならば、フェルノクパンの螺旋模様も、まあ、エイリアンが描いた。 ものということにななるのではないではしょうかと同時にですね、ナスカのグランドクロスの西側にあるあの奇妙なライン群ですね、あれがは私はまあ以前からあのまあ証拠隠密のために誰かに引いた線であるという,うに主張してますけれども、同じようにまあ考えると、まあ、あくまでもその同じように考えるとですね、フェルパンの螺旋模様も、そしてナビアの螺旋模様もですね、何らかの目的すなわち何かを隠すため、すなわち証拠隠密のために誰かすなわちエイリアンが、えー、作ったものであると考えて、まあ

ゼカリア・シッチンの地球年代記第6章によれば次のようになっています。40万年ほど前のこと、南メソポタミアに 7つの植民地が開拓された。その7つの植民地には、宇宙飛行場シパール、宇宙基地ニプール、チキンセンターシュルパックなどが含まれていた。ニプールが指令センター、シパールが飛行場。そのシパールから私たちが神々と呼ぶエイリアンが世界各地へと散っていった。目的は金の採掘だった。 で、特にその拠点の中でも、現在の南アフリカに重要な拠点を構えたようです。私、林ヒル氏は、その拠点の一つが、現在は南アフリカ共和国にあるフェルヌークパンであったと考えています。これからその証拠を順に皆さんにお見せしますが、同時に奴隷たちは過酷な労働を強いられながらも、世界各地に自分たちの 手形を残しました。手形を残しました。そうした手形が現在の今でも洞窟の絵とともに世界中に残っています。つまりその手形こそが彼ら奴隷がその地にいたという証拠ということになるのではないでしょうか。さらにゼカリア・シッチンの地球年代記は次のように書いています。鉱石がアフリカから到着した。 イギギが操縦する周回線に洗練された金が運ばれ、そこからニビから定期的にやってくる宇宙船に移されたと。つまり遠い遠い昔、同じように遠い遠い星から連れてこられた奴隷たちは、金の最高に従事する傍ら、束の間の合間を見つけて自分たちの印を残したと私、林博士は考えています。 だから、どの手形も同じ方法で、同じ塗料を使って、そして同じような場所に書かれているのです。つまりその手形には、悲しくも切ない、超古代の奴隷たちの歌声が染み込んでいるというわけです。広志林、市、浜間シティ、ジャパン。それでは画面を見ながら説明します。 ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンはこんな本を書きました。人類を創生した宇宙人。そしてメソポタミア。このメソポタミアに7つの植民地をエイリアンたちは作ったというわけです。で中心にあるのがニプールです。いわゆる、まあ、指令センターですね。そしてその左上にあるのがシパールです。宇宙空港です。で、ここから エイリアンたちは世界へ散っていったというわけです。で、まずそのシパールへ皆さんを案内します。まあ、シパールは現在、まあ、かすかな痕跡を残す廃墟と、てか遺跡になっています。これがシパールです。スペースポートですね。で、このシパールからはですね、いくつかのまあアーティファクトが発掘されています。円筒印象です。次に皆さんを 南アフリカのフェルヌクパンへ案内します。フェルヌクパンです。ここに、まあ、三角形があるのがわかります。この黄色い線はシパールから引いてきた線です。黄色い線ですね。この黄色い線はこの三角形の左の辺を 辺を正確に貫きます。つまりこの左の辺は、えー、シュパールの方向を示していることになります。ナスカ理論と同じ理論がここで出来上がりますけども、えー、線の、えー、種類と言いますか、が違います。えー、フェルヌク版では10本前後のですね、線を束ねて、その方向を示しています。この幅が、えー、97.5メートルです。 井戸経ドはここに指名しておきます。今度はマチュピッツです。奴隷キャンプです。奴隷たちは一度マチュピッツに集められます。ここからフェルンクパンへ送られました。奴隷キャンプですね。まあ一度ここへ閉じ込められますと、まあ簡単には逃げられない。あるいは逃げられなかったということになります。 このマチュピツからフェルンクパンに線を引いています。その線上にインカのほとんどの遺跡が集まっています。左の線がマチュピツから引いてきた線です。やはり同じように滑走路が見つかります。この滑走路はマチュピツの方向を示していると考えられます。このように先ほど言いましたように十数本以上のですね線が束なってその方向を示しているということになります。これは フェルヌクパン方式です。ナスカ方式とは違いますね。ナスカは滑走路ですけども、フェルヌクパンはラインの集合体ということになります。で、もう一つ、ロバ・アントリミ・モーラ,ボラですね。マタカスカル島の、いわゆるアントリア・ムーボラです。ごめんなさい。ムボラ、ムボラですね。アントリア・ムボラ。ここには、まあ、奇妙なこんな、えー、遺跡があります。第一岩石を掘り込んで、このような、えー、ものが作られています。 人工的にに掘らられれたた建造物ととというこここなりまます。すここ。も奴隷収容所だったと考えられます深い堀になっていて一度そこへ入りますと簡単には抜けてることが出なかったものと思われますそしてあの通路的にですねふもとまでこうした深い溝が切ってありますそれでこの円形ディスクドアもありまして、まあ、これが転がしてですね ドアの役割をしたということになります。アンドリア・ムーボラです。で、このアンドリア・ムーボラからフェルヌックパーに線を引いています。やはり同じようにラインがあるのがわかります。この黄色い線はアンドリー・ムーボラから引いてきた線です。アンドリア・ムーボラから引いてきた線は、このように、このカーソルと重なります。で、もう一度、地球年代記に戻ります。スメールの 神ですでゼカレ・シッチンはこの地球年代記の中で次のように書いています。必要な部分だけを抜粋ししてここに紹介しま,すまあ地球へですね、金を、地球で金を見つけて、それがネビルの大気のお守るために役に立つことを知って、地球へ金を求め,て求めてやってきたというわけです。 エリすなわち、延期の君臨した都市ですね。で、多くのアヌンナキたちが地球へやってきたと。奴隷もやってきたわけですね。で、南アフリカで金、鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定したと。それまではあの海水から金を採集していたみたいですね。 でその金をですね、ニビルから定期的にやってきた宇宙船に移されたと。イギリスー、すなわち火星人の居残り、残留組ですね。そしてここですね、エ、まあ、ンキとニフルサーグはエンジンのメスを使って遺伝子工学。 をしてですね、原始的な労働者になった。それは人間の原型ということになります。で、その労働者に子供を産む能力を与えたら、まあ、急,速的に急,急速にです、ね、増えていったということです。以上をまとめますと、これが上がメソポタミアです。そして下がフェルンクパンですね。そしてフェルンクパンには、えー、シパールを示すラインがあると。そして左、マチュピスムの示す線もあると。そして右のマテカスカールの アア・ンドリアムボラの示す直線もああるとこういうい関係にありますマジチュピッツ、すなわち奴隷収容所、それからフェルヌックパン、南アフリカの鉱山の拠点、そして右のマダガスカルのアンドリア・ムボラもその奴隷収容所ということになります。そこで林氏のライン理論を使って簡単に説明しておきますティティワンです。 このティオティワカンの月のピラミッド、ピラミッド・ザ・ムーンから南極に線を引いてみます。まあ、ここからも奴隷が運ばれてきたものと考えられます。南極です。上行けばティオティワカンです。そして正確に120.00ですね。で、フェルヌクパンに向かいます。エイリアンの正二重面体地図を思い出してください。 でここがまた微妙な点なんですね。ここが難易30.0000の位置です。中部からご覧ください。先ほどの三角形ですね。そして左の辺は、えー、シパールへ向かっています。この青い線がシパールから引いてきた線です。そしてその緯度は30.0000難易ですよ。そしてその位置はティオテワンから見て、 ちょうど120.00の経度差があるということになります。もちろんフェルンクパンにはティオティワカンからのラインがあります。この下の左の線がその線です。ティオティワカンから引いていきました。先ほどの三角形のちょうど底辺部にあたります。つまりこの三角形はそれぞれの拠点を示しているということになります。 つまりこのラインはフェルンクパンとティオティワカンが何らかの関係にあることを示していますそしてですねこのラインを見ていただいたんですけどこれうねではありませんね2006年にはもうすでにありますそして2011年にはこのような奇妙な螺旋模様がたくさん描かれています誰かがこのような形で証拠隠密を図ったものと思われます このようなダメージとて言いますかね、証拠隠滅はナスカ平原でも見られます。グランドクロスの西側が特に破壊されています。で、2006年と2014年を相互交互に出していますから、皆さん自身でご確認ください。ラインが残ってますね。ということは、これはウネではないということです。で その証拠にって言いますか、今度は逆にですね、ラインを見つけて、そのラインがどちらへ向かっているかを調べてみました。で、ここにラインがありますが、やはりこう、大変見えにくくなっています。で、この点を、まあ、まあ、いい図で経済を示しておきましたけども、このブルーの線を見てください。この今のラインですね。それを右の方へたどってみます。このラインですね。で、アフリカ大陸から離れて、 オーストラリア大陸へと向かいます。そしてこの辺りやっていきます。何のためにヘルノクパーにこのようなラインがあるかということですね。で、この辺りを調べてみました。で、金の採掘ということですから、私はまあ金鉱脈を中心に探してみましたが、これがオーストラリアの金の鉱山の分布図です。でもその辺りには金はないんですね。比較してみてください。金の鉱脈はもっと下の方なんですね。 しかも、それほど量は多くありません。で、このブルーのラインは、まあ、オーストラリア大陸の左上の方をかすめていきます。では、このブルーのラインは、ブルーのラインはどこへ向かっているというのでしょうか。で、もう少し延長してみました。すると、ここへやっていきます。ここですね。アーネムっていうんですかね。アーネムランドです。でやっていきます。 でこのアーネムランドには何かがあるはずだということで調べてみました。で、金の鉱脈も、まあ、あるというほど目立ったものはありませんが、壁画がありました。壁画です。アーネムランドは、まあ、こうした壁画でよく知られていたわけですね。そして、この壁画に、まあ、奇妙なものも描かれてますけども、そうした奇妙なものに混じってですね、 こんな壁画が見つかりました。ビンゴーです。ハンドプリントです。ハンドプリントです。なぜこのハンドプリントが重要かってことですね。それは世界のハンドプリントをもう一度見直してみるとわかります。タイのパーテムですね。ラスコーフランス。それでクワエヴダ・ラマルス。クワエヴダ・レラマルスもたくさんの手,が手形が描かれています。 このように世界中で手形が見つかっています。まず下地を塗り、その上に手を置き、上からプーッとスプレー状のようなもので塗料を吹っかけて描いたということになります。世界中で同じ手形が同じ方法で同じ色を使って描かれているという点に注意してください。もう一度繰り返します。このような手形が世界の洞窟で見つかっています。 なぜこんな手形があるかということよりもですね、なぜこのような手形が共通して、間を数万年以上も隔ててですね、世界中に残っているか、それを皆さん考えてみてください。これは、グアティブトゥエットですね。で、これらの手形あるある位置を、 線でつないでいみます。そうしますとアフリカとマダカスカルの間あたりを中心として半径9,000キロから9,500キロの、まあ、なってますか半径ですよに位置にこれらの洞窟手形のある洞窟があるのがわかります地球を少し動かしてみますと周りに線が見えるのわかりますかそして今手形を紹介した洞窟をですね 場所をこのように示してみますと、ぐるっとマダガスカルとアフリカの間辺りですね、その辺りを中心として、半径9,500キロ前後の位置に、これらの洞窟があるのが分かります。そして、同じくやはり9,000キロから9,500キロの範囲の中に、先ほどのオーストラリアの手形もあるということになります。 で、結論ということになります。これ、メソポタミアですね。上がシパールです。そして、下がフェルヌクパンで、左側がマチュピッツです。右がアンドリア・ムボラです。まあ、あの、グレート・ジンバブエと並んで奴隷収容所であったと私は判断しました。そして、 その、まあ、これは、まあ、有機的につながってるわけですけども、チューリアガンとフェンルック・パンは、えー、軽度差にして120.0。そして、アーネム、アーネムですね、アーネムランド、オーストラリアのアーネムランドへとつながっていきます。以上のことから、フェンルック・パンは、古代においてですね、エイリアンの拠点であったということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching. and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A very, very sad story of humans about Machu Picchu. You can't hear this story without a handkerchief to wipe off your tears in Japanese. あなたはハンカチなしでこの話を聞くことはできないでしょう。えー、これからの話すことは全て林博が発見したことです。まず、エイリアンの簡単に乗り物について簡単に説明しておきます。まあ、人間はですね、多分こういうふうに考えるんですね。地上から出発して、そして空を飛ぶと。しかし、エイリアンの飛び方は違うんですね。まず、地上から出発することは同じですけども、すぐ、 アップサイダウンになります。180度回転するんですね。まあ、あの、なんでもないことですね。上下左右の手も、上下世界のない世界に彼らは住んでいます。ですから、こういうふうに、まあ、あの、エイリアンクラフトはですね、空中に飛び上がりまして回転しますと、まあ、大地の線、方向をですね、まあ、こうして簡単に見ることができるんですね。 まあ、そういうことをちょっと頭に入れておいてください。では、今日の物語はアメリカから始まります。まず、ブライス・インタグリオス。ブライス・インタグリオスです。ここですね。覚えておいてくださいね。後で出てきます。これがカホフィア・マウンドです。えー、大戦場に指摘する大きいマウンドですね。そしてこれがワシントン DC。サーペンド・マウンドからワシントン DC へと繋がっています。ワシントン DC の位置はちょっとずれますってか、はっきりわかりません。で、これがカホフィア・マウンドですよね。 で、このカフキアマウンズは、ブライス・インタグリオスとサーペント・マウンドの進捗線艦にあります、えー。エラーはないと見ていいですね。で、これがあのカフキアマウンズですけども、これが復元図です。まあ、中央ちょあの上にですね、建物が建ってますけど、これは人間があで考えたんですね。建物なん,あなんかあるはずがないんです。で、元はこうだったというふうに私は今、復元図を作ってみました。 えー、なぜこれがここにあるかという理由は、やがて皆さんお知りになると思います。このカオフキアマウンドからもう少し先行ったところにサーペントマウンドがあります。蛇の形をしたマウンドですね。やはりマウンドです。大占領マウンド、カオフキアマウンド、サーペントマウンドはナスカで、ナスカの平原で一点に集まります。一つのプラットフォームに集まります。これがサーペントマウンドですね。で、このサーペントマウンド、 ですけどもあのこの位置を決めるというか、方向を決めるのが、ね、非常に巧みな方法を使っているんですね。これはブライス・インタグリオス、それから地理の地図の,の地上へと同じ方式です。あ、えと、ー、でちょっと簡単に説明しますが、これがサーペントマウンドです。よく見てくださいね。ここに点があるでしょう。こういうふうに折れたところに点あの位置を取るわけです。そしてあちこちの 拠点へとつながっていくわけけですけどもこの場合は、えー、クスコ、それから、あるいはマチュピッツ、あるいはサンサの大食堂へとつながっていきます。この方法はですね、ブライスの2択量をしても使っています。これ、ただ単なるあのあの人間に見えますけども、ちゃんと拠点あのこういうふうに折れ曲がったところをあのポイントにしてるんですね。ただ点だけだと分かりにく,くなりますから、こうした人間を表現してあのえええ、全体を分かりやすくしたわけですね。そしてこの点をつなぎますと、調理ーへ行きます。 で、この点をいきますと、点をつなぎますと、メサベルデですね。すぐ近くのあの、大石です。そして上行きますと、これは北極です。えー、それからこれがあの、ちょっと見にくいですけど、これはモヘンジョダル行きます。ほとんど北,あの北ですね。それから、トンコウですね。バックオークスで行きます。これが、あギザエクセンです。こういうふうにこう、全部示してるんですね。 非常に,巧みにできるのこれがクロスポイントスあサウスアフリカです。これはあのまた別のところで説明しますけども、あのサウサスアフリカのクロスポイントです。そしてこのように点をつないでまっすぐ行きますと、まあ、ほぼ同じ方向ですけどもー、ナスカ、それからクスコ、それからサンサの大食材へと向かうわけです。こうしてサーペントマウンドはただヘビの絵ではなくて方向を示しているわけですね。でこれがあグレートキャンドルスティック、サンサの大食材です。まあ、ちょっとあのエイリアの クラフトの飛び方で、どんな風に見えるかということを皆さんにお見せしていますが、彼らはこういう風に見ながら、地球をあちこち移動しています。ですから、まあ、全然困らないわけですね。あの、どなたかあの、下に線が見えるかという,う質問なさった方がいらっしゃいましたけれども、このように飛べば何でもないわけです。そしてこの、これが第三3、3の大宿材ですけれども、180度回しています。そしてこの3、3の大宿材もですね、同じように、えー、点がですね、それぞれの場所を示しています。 クスコですね。この線、まっすぐ行きますと。それからこれがプーマプンク行きます。それからこれがナスカ行きます。それから反対側、あっと、斜め左右の上方行きますと、プレアビヒヤに行きますが、まあ、それはいいです。これはキャンドルスティック。それから、あクスコがここにあります。で、ここにオリオランティタンボがありますね。同じような滑走路といいますかあの、巨大人間、まあ、あとで言います。これはマチュピッツです。そしてこのマチュピッツからクスコに線を繋ぎます。それから、あの、インカの遺跡っていうのはこの線上にほとんど この線上に集まってるんですよ。皆さん調べてみてください。クスコの、えー、点はですね、この中央広場の円形の、これ、取りました。これまっすぐある点を取りますと、あの、えっと、ギザー行きます。それも一度検証しました。それからマチュピッチュ、マツピッチュですね。こんなところに誰が何のために作ったかってこと、みんな疑問に思ってらっしゃいますね。当たり前のことなら少なくとも水も取れないしね。だって人なんか住めるはずがないんです。マチュピッチュ、常識で考えてください。でマチュピッチュとクスコを繋いでみます。そしてまっすぐと線で繋ぎますと、この線がですね、体勢を 横切ってそしてやってくるのがフェルニックパンですねフェルニックパンです2000年になってから発見されました 2006年だったと思いますが、まだ最近ですよ。そしてこの、えー、フェペルヌックパンがですね、なぜ重要かというと、え、湿地に説も、こういうこれで、かなせは、かな、かな,かな重ね合わせられるんですけども、え、エイリアンたちは大、大砲の地球へ、え、鉱物資源の採掘のためにやってきました。そして人間を、人間を奴隷として使ったわけですね。その証拠をこれからお見せいたします。これがマチュピッチュから来た線です。いいですかそしてこの線がですね、まっすぐとその、そちらを向く線がここに見つかるわけです。よくご覧ください。 これもう一度やっていますから、この線です。いいですか何、何十本という線が街をピッチを向いてるんですね。こうして方向を示したわけです。もう一度やっています。あ、この幅が200メートルある。でもうこれは黄色い線が200メートルあるんですよ、皆さん。で、これに対してノーフ、農夫が高温機で、まあ、トラクターで引いたということを主張なさっている方がいらっしゃいますけど、とんでもない。200メートルです、この幅が。いいですかじゃあ、あのね、考えてみてください。こんなね、平行線をね、 仮に巨大な幸運機で使ってもね、引けません。私はそれは学生時代に、ね、オーストラリアで経験しています。これ、これ、もこ,これ、これは大きいトラクターでね、あの、ずっとある農家で手仕事を手伝ったこと手伝ったことありますけどもね、ぐにゃぐにゃの線になるんですよ、初めは。よほどプロの、えー、農夫でも、 これほどの直線は引けません。これは私断言できます。自分で経験してますから。その幅が200メートル。そして長さがですね、1830メートルあるんです。約2キロあるんですね。2キロにわたってまだあるんですよ。それから、この緯度がですね、30.000の位置です。そして、経度がですね、そして境地爆弾から120.00の位置が今の点なんです。これがフェルヌックパンですね。よくご覧ください。 まあこの螺旋模様につきましてはね、2000年になってから誰かが作ったと。まあ、そういうふうに今実際そうなんですね。2000年になってから現れているんですこのぐるぐるマークはね。で、もう皆さんお分かりですね。これが何であるか。遠いと昔ですね。人間の奴隷がここに集められました。そして、えー、サーペントマウイドを経由したり、あるいはまあ別の方で言ったかもしれませんけども、また、マ、まあ、チュピチュにも人間がここに集められました。一回ここに集められますと、もう逃げ出ることはできませんでした。 えー、そうですね。逃げ出ることはできませんでした。そして、フェノックパンへと連れてこられたのです。フェノックパンへ連れてこられました。そして、えー、この辺りではあのダイヤモンドと金と両方取れますからね。誰がこの人間の、ね、悲しい物語を知ってるでしょうか。うふうってことで涙あの、ハンカチが必要ですね。どうぞ、ハンカチで涙を拭ってください。で、これが、えー、何の場所であるかもう皆さんお分かりですね。 あの、これは、まあ、はっきり言えば人間を閉じ込めていた、あー牢獄キャンプであるということです。これが林博施設です。で、まだ皆さん疑っていらっしゃいますね。まあ、わかりますその気持ちは。とんでもない意見ばっかり林博士は言ってると思われるでしょでもいろんな事実が出てくるんですよ。いや、あのもう、これはもうかなり、もう、100号以前に検査した、精査したんですけども、この屋根の形の角度とね、それから、あの、形がですね、あの、ピラミッドのギザーのピラミッドと同じなんです。 まあ、無意識にこういったところに、その、なんて言いますか、彼らの数学が出てくるわけですね。それから、あーもう一つはですね、これは大占領。日本の、日本あ、まあ、縄文人たちも奴隷として借り出されました。そして、この辺りに集められまして、この大占領、大阪ジャパンはですね、まっすぐとサーペントマウントを向いてるんですよ。逆にサーペントマウンドから線をここに引いてみられると、私に言っていることの正しさが分かっていただけると思います。 なおさらにですね、大戦陵とサーペントマウント、カウキアマウント、セクラプライス・インタグリスとの関係については、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. And bye. Great Zimbabwe is a ruined city in the southern eastern hills of Zimbabwe. near Lake Mutirikwe and the town of Masvingo. It was the capital of the kingdom Zimbabwe during the country's late Iron Age. Construction of the monument by ancestors of the Shona people began in the 11th century and continued until the 15th century, spanning an area of 722 hectares which, at its peak, could have housed

中世においいてては最もも重要な文明の一つであったとも言われています。この地を最初に訪れたドイツの地質学者のマウクはグレートジンバブイを見てこう思ったそうです。こんな文明がアフリカにあるはずがない。モリア山のソロモン神殿のコピーではないか。あるいはソロモン神殿を訪れた時芝の女王が住んだことのある宮殿を真似て作ったものではないか。 グレートジンバブエには文明化した白人国家があったに違いないとも述べています。その一角に The Great Enclosure つまり大きな囲い込みと呼ばれる奇妙な建物があります。高さ6メートル前後の塀で囲まれた言うなれば現在の刑務所そっくりの建物です。私はその Great Enclosure は古代からそこにあった 人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかと考えていますもちろん物的証拠があるわけではありませんそれに古代といっても時代がかけ離れすぎています私が古代というのはゼカリヤ湿鎮説によれば今から40万年近くも前のことです今から40万年前に湿鎮の表した地球年代記によればアヌ王と エンディルが地球にやってきて、現在の南アフリカで金鉱脈を採掘したというのです。11世紀と40万年、その差は40万年。普通なら、この両者を結びつけて考える方がおかしいですね。よくわかっています。が、そのとてつもない年代の差を除けば、シッチンが説く超古代文明とグレートジンバブエは、 いくつかかのの点でがががりりがあるのがわかりますというかそのグレートジンバブエを除いてしまうとこの辺りのアフリカでは超古代文明と現在をつなげるものが何もなくなってしまいます今のところ他にめぼしい遺跡がこの辺りにはないということですまさに小さな小さな手がかりですが糸に例えるならどうしようもないほど細い糸です何しろ 40万年前と11世紀です。で、今日はこのビデオの中でその意図を手繰りながら、グレートジンバベについての謎を考えてみます。広し林浜し、ハママシティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。ゼカレアシチンです。まあ、現在ですね、アカデミックサササエティの中では、 ゼカリアッチン説はですね、エセ科学、あるいはエセ歴史として、まあ、位置づけられています。まともな学者の先生たちは相手にしない。つまり、ッチン説は完璧に無視されているということですね。が、そのッチンはですね、こんな地球年代記を表しています。まあ、それによりますと、今から40万年ほど前にですね、 アヌがエンリルと共に地球に到着したと。そしてアフリカで金鉱脈を見つけて金の採掘を始めたというわけです。このこ,こに出てきましたアラル王というのはニビルで、まあ、アヌ王に追われた王族ということになります。で、鉱石がアフリカから到着したというようにですね、アフリカという言葉がたびたび出てきます。そしてまあ、 エンジンのメスを使いですね、延期は遺伝子工学を使って原始的な労働者を作ったと。まあ、このような記述になっています。で、南アフリカ方面でですね、鉱脈がどうなっているかということを調べてみました。こうした鉱脈が、まあね、40万年前からあったかどうかは別として、大、ま、体、あ、いい鉱脈、あるいは吸湿、吸、まあ、より吸湿中の それから開発中の鉱脈といろいろありますけれども、大体この南アフリカのですね、えー、北東部に、何て言いますか、集まっていることが分かります。で、同じような場所を Google 上で丸をつけてみました。この辺りなんですね。そしてこの辺りで、めぼしい遺跡といいますと、グレート・ジンバブエしか、今のところですよ、今のところそれしかないということになります。ですから最初に申し上げましたように、細い、細い糸かもしれませんけれども、40万年前と現在をつなぐ のはですねこのグレートジンバブエしかないということでこのグレートジンバブエに焦点を当ててみました、まあ、こうしたケースといいますかねあの古い遺跡の上に新しい都市が作られるということはしばしば今ま,でも今までにも私は経験してきましたですから、まあ、何らかの形でね、まあ、そうした場所が選ばれて11世紀にグレートジンバブエの人が築かれたというふうにも考えられなくもないんですねでこうしてライン理論で考えましてもこれがティオティワカン から西,西極点を,つをつなげた線ですそれから、この線がですね、えー、ブライス・インタグリオスと、えー、サーペント・マウンドをつないできた、まあ、延長線ですね。で、この線がギザと南極をつないだ線です。大体いいこうした数様なですね、ラインがこのグレート・ジンバーベエ周辺に集まるということです。だからといって、グレート・ジンバーベエにそういった意味があるかどうかということは、これは別問題ですけども、 ライン理論で考えても無視できる位置ではないということですね。で、この特にモヘンジュタロとフェルヌックパンをつなぎますと、えー、このグレートジンバブエへ行きます。で、フェルヌックパンの中には、えー、マチュピツ、それからクスコをつなぐ線もありますし、テオティ・ユラカンの方向を正確に示す線もあります。それから北緯でますか、何位、30.000にあるということも大変気になります。で、グレートジンバブエの、まあ、話に戻りますけども、 これが私が、いわゆる、まあ、えー、今残ってるね、あの、写真から復元してみた、グレートジンバブエの様子です。手前下、右下の方がね、破壊さ破壊が激しいようです。で、もう一つのライン色を見ていただきたいんですけども、ギザと南極をつないだ線上にほぼあるということですね。ですから、大変意味のある場所ではないかと私は考えています。で、ここなんですけども、皆さんをグレートジンバブエへ案内します。 で全体が小高い丘になっているような感じですね。そして広大な地域にまたがっている、まあ大きな遺跡だということですね。ですから、まああの、いわゆる、まあ、こういうことなんですね。で、この円形、なんて言いますか、あの、遺跡っていうのはですね、例えばギリシャのパルテノン神殿ですね、とかに、まあ、そういった形のものは残っています。ですから、まあこれがですね、えーまあ、どうしてこの円 円形って言いますかね、いわゆる楕円形ですね。楕円形の遺跡というものはここにあるかということは、まあ、これ謎なんですね。これは今,今のグレートエンクロージャーの方です。あのいわゆるグレートジンバブエの中の一角にありますグレートエンクロージャーです。私はこれをですね、まあ、何言いますか、人間を閉じ込めておくための檻というふうに考えました。まあ、作りがいかにもという、まあ、作りなんですねで。塀だけで窓がない。小さなドアらしきものは2箇所ありますけどもね。 それと大きな入り口が1箇所ありますけれども、それは大きく破壊されています。このように、ですね、この細い通路がそうですけれども、やっと人一人,人がですねあの、通れるぐらいの広さしかないんですよね。で、まあ、こういったところで人間を閉じ込め、まあ、私のこれはまだ空想の段階ですけれども、いわゆる人間選別をこの中でしていたんじゃないかと思います。で左右下がですね、これが、あのいわゆるまあ現在の刑務所。 でですよねで刑務所作りです。で刑務所作りと、このいわゆるグレートエンクロージャーがですね大変よく似てる。イコール、だから上の、上の左上の建物がですね刑務所というふうには考えられないかもしれませんけども、そうでないともまたこれ言えないわけですね。まあ、作り方が大変よく似てるということです。で、これはまあ上空から見て、左上の方がですね、大きな入り口ですけども、破壊が進んでいます。で、この部分の、まあ 中心において、それぞれの場所をこうしてまあ写真を貼り合わせてみました。えー、左下の方に小さなドアらしきもの見えますね、あの写真の中に。ああしたドアが2箇所あるんですよね。で、まあ、中にはこのう祭壇のようなものもあり、そしてまあその焼却,炉焼却炉のようなものがあり、中でまあ何かが燃やされた跡が残っているということだそうです。ですからまあこれをどう、この建物をどう理解するかですけども、私は人間の檻 といいう,うに考えています。もっと言いますと、人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかというふうに考えています。まあ、このようにですね、人間の奴隷を,たちを入れてですね、まあ、これはあくまでも私の想像ですけれどもね、人間の奴隷たちを入れて、そして選別して、まあ、何らかの形で何かをしたということになります。これがまあグレートエンクロージャーですで。それについてこのような説明がなされています。大円神殿が、建物が大円神殿と呼ばれる建物があると。 で、高さが9メートルの塔もあると。で、外壁の規定部の厚さが6メートルに達すると。まあ、結構大きなもんですよね。厚さが6メートルに達すると。で、フェルンクパンの話をちょ,とちょっとしておきたいと思いますけども、南アフリカ、このフェルンクパンとモヘンジョダルをつないだ、今、赤い線で示すす。この直線上に、えー、グレート・ ジンバーベンがありますけども、もこのフェルヌクパンというのは大変まあ微妙な位置になりましてね、あのいわゆるまあマチュピツ、それからクスコを通ってきたラインがここにありますで、フェルヌクパンの中にはそちらの方向を示す直線もあります。それからティオティワカンを示す直線もあります。で、なぜもう一つこの理由としてですね、グレートジンバーベンが意味があるかと言いますと、全世界で,です、ね、このような手形が見つかっているわけですね。で、この世界中に、まあ、洞窟でこうした手形が見つかっています。 でこの手形のある場所をです、ね、線でつないでみますと大変興味深いことが分かります。まあ、こうした手形ですね。これ、あの平均がって言いますけども、実際には人間が簡単に届かない天井画の方が多いんですよ。で、この手形について調べてみます。これはまあ以前、ね、この手形のところで、手形って言いますか動画の中で示しましたけども、この手形ですね。これはパーティム、タイのパーティムですよね。 みんな同じように、一回下を塗,塗って、その上に手を置いて、そしてスプレー状のものでパッと引っ掛けて描いたのがこの絵なんですよ。それがですね、世界中に見つかっているということですよね。アルゼンチンでもフランスでもですね、そして最近はロシアでも見つかっています。全く同じ作り方なんですよ。描き方なんですよ。まあ、こうした絵が世界中で見つかってますけども、えー、これはクワテッドで見つかった手形です。 まあこんなジャングルの奥のね、奥の方にあったということですね。これが天井画ですよね。みさん、みんながですね、調査団の人たちが天井の方を指さして、あそこだ、あそこだと言っている動画が手に入りました。それからこれはラスコーですね、フランス。それからスペインにもあります。そしてアルゼンチンにもあります。これはクアベデラマルスですね。それからオーストラリアのマルカ洞窟もあります。それからこの辺がインドネシア、マレーシアと続くわけですね。 そして、パーティム、タイのパーティムと続きます。そして、こうして線で繋いでみました。そして、今、あの、ご覧いただきました手形の位置をですね、ずっとこう、地球上に書いて、そして移動していますと、えー、ちょうどこの地球のですね、一周のところに色がずっとつながっているのわかりますねそして、これは3000年前の丸かというふうに、こう、それぞれの位置を皆さんに今示しています。この線がですね、この位置から見て、地球を取り囲むように見えるということは、 ある一点から中心においてほぼ遠距離にあるということですね。で、計算してみましたら、マダガスカルとアフリカのちょうど間あたりのから半径が9000から9500キロの位置になることが分かりました。なあち、古代のこの手形はですね、この位置に並んでいるということですね。これは林博士が発見したことですよ、えー。そして、まあ、太古の昔ですね、何らかのつながりを持った まあ、エイリアンですよね。人間ではありませんが、こうして地球をやってきて、そして壁画として残していったというふうに考えられます。で、この位置がですね、ちょうど中心のところを見ていただきたいんですけども、これが、えー、先ほどから述べてます、グレートジンバベの地と、まあ、ほぼ近いと言いますか。 何しろね、4万年という月が流れてますから、それこそ本当に今度は大陸移動説を考慮に入れなければならないこともあります。まあ、これがグレートジンバーベイの様子ですけど、もう一度見てください。これは何かということですね。まあ、グレートエンクロージャーですね。ごめんなさい。そして全体がグレートジンバーベイです。 で、もう一つですね、興味深いことを、ちょっと皆さんに、これは私は前から気になっているんですけどもね、人間が掘ったのか掘ったないのかということを考えているわけです。ここにビッグホールと呼ばれる、まあ、あの、もともとはダイヤモンド採掘場であった場所です。これがビッグホールと呼ばれている場所なんですけどもね、これがあの人間が掘った炭鉱、まあ、だというふうに言われ炭鉱と言いますかね、ダイヤモンド鉱山だと言われています。現在はもう廃鉱になっています。 で、キンバリーにあります。で、テボリー鉱山としては世界では最大のものだと言われています。これ、テボリで作ったとっいうんですよね、皆さん。で、まあ、あのー、どうやって掘ったかですけども、トンネルがありますからね、いわゆる別のところからトンネルで入っていって、掘ったというふうに考えられるんです。右下がこれ露天、普通の露天掘りなんですよね、いわゆるぐるぐるぐる回りながら、坂を降りながら掘っていったとっいうのが、あの普通の露天掘りなんですけども、その露天掘りとも全く違った様子なんですね。で、まあ、こうした 鉱山があったということです。でこれはあの、えー、植民地の時代にですね、まあ、人間が掘ったというふうに説明されているようですけどもね、本当にこんなもの人間が掘ったんだろうかというふうに私は考えているわけです。まあ、絶壁すみますからね、恐ろしいですわね、こんなところで掘,っと、まあ、掘,る,掘るというか、まあ、それはあのいろんなふうに考えられますけども、そして、 まあ、それぞれの場所をこう、称してみたんですけども、今、下のようなトンネルも見つかっているわけですね。まあ、私は直接見たわけじゃないのでわかりませんけども、多分ですよ。この下の、まあ、採掘場行くには、このトンネルを通って、先ほどの地下の方へ近づま前、あ、現在はね、水が溜まってますけど、そこへ行ったんじゃないかなと思いますね。まあ、そうした、その、 様子が描かれているということですねということでまあ,あの続くビデオフェルクパンの謎ですけどもよろしかったらご覧ください Thank you very much for watching and see again next time Bye Hello This is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan What is FENIC PEN for humans? Mysteries going on in FENIC PEN we have to be careful not to go so far into the world of fantasy but at the same time we have to be careful not to go either so far into the deep skepticism ferdic pan is one of them line theory 南極です蝶中和感ですフェヌパンに線を引いてみます その間の角度は正確に120.00です その難易30.000 30. のところにフェルヌクパンがあります。ここがフェルヌクパンです。ナスカ理論で従ってフェルヌクパンに空の線を引いてみます。フェルヌクパンからの滑走路はありますが、線が入り組んでいます。 緯度経度はここにしらあの書いておきます。で、フェルクパンにはですね、ティオティワカンからの線があります。この黄色い線がティオティワカンから引いてきた線です。まあ、ティオティワカンと大きく関係しているということですね。で、フェルクパンに皆さんを 案内いたします。南アフリカのフェルクパンです。このフェルクパンの特徴はですね。何百という渦巻き螺旋模様が描かれているということ。そしてまあ人間技ではない直線が無数に描かれているということです。この螺旋模様は？まあ、2006年。 前後以降に書かれたものだと言われています。近くの農場の農夫がですね、補水、考えのためにまあ作った畝だと言われています。しかしおかしな点はいくらたくさんあるんですね。水を入れるならば道路沿いでないとタンク車からですね水を入れることもできませんし、この方法では。 まあ、保水は無理だそうですテキサス在住の農場士のビリーさんという方が教えてくださいました。でこれがそのウネなんですけどもいわゆる現在ゴロゴロあのフェルクパンの写真こうグーグル上で公開されている写真ですがやはり謎は続くんですね。でグーグルアース上のタイムトンネルを使って 過去の写真と比較してみます。この黒い点々は石でも石のようにも見えますしまた植物のようにも見えますいわゆる考えに使ったにしてはですねその後、まあ、農作物が,が作られたという形跡はないんですねそしてこの螺旋の模様の大きいのになりますと2 5 0メートル以上ありますから 水を流したところでぐるぐる回って水が流れていくはずもないんですね。まあ、傾斜地であれば坂を下っていくこともできますが、登ることはできません。で、この畝をもう一度比較してみたいと思うんですけども、左がフェルヌクパンの畝です。で、いろいろな写真を集めてみました。で、比較してみま 見るとお分かりのように何かおかしいんですね。本当にねなのか、あるいは保水用の溝なのか、それとも給水用の溝なのか、謎が深まります。で、フェルクファンに私はこんなエイリアンの顔を見つけました。この辺りには、まあ、10, 個10個前後の前後の 抽象的なこうした絵が描かれています。オウム、犬、コウモリ、ネズミなどが描かれています。その中の一つがこの絵です。で、この幅が96メートルあります。結構大きいんですね。そして、その顔の周りを細い線が取り囲んでいることに注意してください。自然にできたものとは思われませんね。そして、これが青森県の石神様です。青森空港の近くにあります。 顔が似ている。まあ、目の中にまた目があるとい,うかいった感じですね左がハンプシャー州に現れたクロップサークルです右がガンダーラの仏像です仏体ということになってますけども目の中に目があります奇妙な位置点が見られます謎は続きますこれはギザです 下が南極です。モヘンジョダロがあります。フェヌクパンがあります。そしてその工点のところにグレートジンバブエがあります。人間を閉じ込めておくための収容所であったと私は判断しています。さらに、フェヌクパンとマチュピツをつないでみます。これがマチュピツです。 マチュピッツですね。ここも人間収容所であったと私は判断しています。まあ、つまり、奴隷を集めて、そして南アフリカへ送ったわけですね。その直線上にクスコがあり、オランティー田んぼがあります。まっすぐ上行きますと、北極ですけども、間の角度は120.0にすなわち120.00なんですね。この黄色い直線上に、インカの 重たった遺跡が並んでいます。そして、その直線、クスコから、マチュピッツクスコからの直線がフェルプパンにはあります。しかし、まあ、む、まあ、何十本という線で、その線が隠されている。あるいは、カモフラージュされています。この辺りに視点を落として、九十度左に回してみますと、こうした直線が。 でがこの直線が、まあ、クスコマチュピの方向を示していいるととうここです。この辺りはかなり起伏のあるでこぼこしたところなんですけども正確に直線が引かれていますトラクターで引いたのかなと思ったんですけどもこの幅赤い線が見えますか3.74メートルありますもう超大型のトラクターでも出ないとこうした線は引けないんですねしかも10年以上にわたって、まあ、少なくともですよ残っているということなんですね 謎が続きますゼカリア・シッチンは次のように述べています。つまりですね、まあ、エイリアンたちはこの地球へ、まあ、古物資源を求めてやってきたと。しかし、奴隷の判断が起きたために、まあ、みんな殺してしまったと。その代わり、地球にいた、まあ、原人たちをですね、改良して奴隷に使ったということなんですね。その、まあ、他にもいろんいろなことが書いてありますが。 どうぞご覧ください。 私たちはその子孫ということになるのでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.